君がここへ来る頃だと思って待っていたよ。一体どんな用なの？この携帯電話デビフォンを君にプレゼントしようと思ってね。このデビフォンをビネコンにつなぐと魔界のどこからでもビネセンターにアクセスできるんだ。使うときはデビフォンのコマンドを使えばいいんだよ。ただし電波の届かないところはダメだけどね。何か分かったらそのデビフォンに連絡してあげるよ。ちょっといい？このサンドランドは私の生まれたところなのよ。妹のヒポグリフと遊んでいるときにレスベルクに騙されて封印されたのはこの町の近くだったの。ひょっとするとヒポグリフはまだ封印されてるかもしれない。よかったら少し探してみてよ。
私のことはいいわ。もう自分が普通の人間じゃないことは知っているわよね。そうじゃなければ魔界は旅していることもないの。魔界を旅していて、デビルは人間が思っているほど悪くないのは分かっているわよね。あなたのパパはとっても素敵なデビルだったのよ。あなたと同じようにとても綺麗な人にしていて、自分の信念をその中に輝かせていた。あまり時間がないわ。ピラミッドに行ってイシスに言いなさい。彼女ならあなたの疑問に答えてくれるでしょう。今のは誰なの？なんだかあったかい感じがして安心できるような難しい感じがしたわ。We'll be right back.
ここにいるのはクリフォンじゃねえのか。プレスベルク様が戻ってくるのを待ってるのか。なんでも大魔王様から直々に頼まれたらしい。地上での恨みはしばらくお預けにしてやるぜ。仕事の邪魔だ、向こう行ってな。Yeah.
んなところでどうしたんだ。こいつらは誰だ。危ない。大丈夫さ。そんなことより、このピラミッドの中で流しそうを見かけなかったか。え、流しさ君がこのピラミッドにいるわけ？ああ、どうもそうらしいんだ。いや、もう少し探せば見つかるかもしれないから、俺はちょっと傷を治してくるぜ。Thank you.
で分かったでしょう。だからあなたはデビルチルドレンじゃないの。そうか、そうだったんだ。永久くんじゃないの。あなたはデビルチルドレンなんだ。お兄さんが来てるわよ。ここで待ってたら必ず会えるわ。永久くん、どうしたのかしら。私を覚えてないみたい。あんなに暗い目をして。おや、また一人人間が迷い込んできたのね。あら、違った。デビルチルドレンね。さて、私にどんなご用かしら。あなたがサンドランドの魔王イシスね。今の男の子は永久くんよね。そうね、あなたも知ってるでしょう。もう一人のデビルチルドレンの弟。やっぱり永久くんは地上で会ってた時はもっと明るい子供だったのに。彼は今苦しんでいる。今はそっとしておいてあげるのが彼のため。あなたはこのイシス様に何が聞きたいの？私も。ちょっと待って、少し飽きたわね。この先は私を倒したら教えてあげることにするわ。さすがだわ。面白かったわね。さあ、それじゃあ答えてあげる。聞きたいことは何？私はパパを探しているの。あなたならパパがどこにいるか知ってるかもしれないと聞いてここまで来たの。私が知っているのは魔界に伝わる古い言い伝えのことだけなの。あなたのお父さんのことは私にはわからないわ。パパを探し出すために私はどうしたらいいの？あなたの旅を続けるしかないわ。でも、すべては伝説の通りになるのか。魔界にはたくさんの言い伝えが残されている。いにしえの言葉にはいろんなことが書かれているの。その中にはあなたのことも書かれているの。私のこと？最後の時が訪れる時、世界はその運命を、人間とデビルの血を受け継いだ二人の子供に委ね、一人は角、
集め、約束の場所で運命の鍵を手にする。スノット瞳、私は大魔王に、もう一人のデビルチルドレンがメシアの角を集めて世界を滅ぼそうとしてるって言われた。大魔王がどうしてそう言ったのかはわからないけど、弟を探して魔界を旅する刹那はメシアの角を集めることになる。それを追いかけるあなたは自然にメシアの瞳を集めることになっているわね。でも鍵のことは知らないわ。それじゃあ説明してあげるわ。あなたが持っているのはメシアの瞳よね。そしてセツナが持っているのはメシアの角。この2つを組み合わせるとノルンの鍵ができると伝えられているわ。鍵は全部で7つあって、全ての鍵を持っていると世界の運命を決定でき、魔界に残された古い言い伝えなの。もしあなたが角と瞳を全部手に入れれば、ノルンの鍵を全て手に入れ、最後の時に世界の運命を自由に変えることができるわ。誰がその力を手に入れるか、そこまではこのイシス様にも分かってはいないけれどね。大魔王が何を考えてあなたを騙したのか知らないけど、私たちはみんな運命という手のひらで、何も分からずに踊り続ける哀れな生き物なのか。伝説のデビルチルドレンがこの後どうしていくのか、それはあなたが決めることなの。もうここにいても何もないのよ。あなたの旅を続けることね。ファイアーランドだ。この緑のメシアの瞳を当てるよ。これを使ってフォレストランドに旅立つといいよ。君の旅もそろそろ終わりに近づいてきているんだ。頑張るんだよ。
眠る神を目覚めさせ、新たな闇を開け。